まあ、小ネタなんですけども、まあ、いつものように GPT-3 と会話をしてみましたっていう話です。で、一つは、日本語入力したらどのぐらいひどいかって実験してみました。おお、そのやってみた話いを。ですはい。ね、それあ、をそうですね。ね。今まで日本語入れて、確かに日本語返してくるんだけど、ひどいよとは再三言ってきたんですけども、どのぐらいひどいかって具体例をお見せしてなかったので、それをちょっとあお見せと、したいネとッ思いトます。上ではね、ありますよ。はい。ネット上ではあああ、りま本す当ですよ。か。これ GPT-3 日本語でやって、これは使い物にならないみたいなことを言ってる人はいますね。いや、その通りなんですけど、それをもって GPT-3 がダメだって思い込まないでくださいねと、英語でやればちゃんとあ返ってきますよっていうことを強調したいですね。で、ちょっと改はい。めて、じじゃあ日ゃあ、本語どんなもんかっていう話。はい。なので、同じ意味の文を日本語と英語と両方で入れたときに、ああ、そう応です答か。を比べてみるというのをやりました。そうするともう歴然と違いますということですね。というわけで、こんなです。で、最初、日本語入れました。これ入れたのは実は、左上の最初の文、一文だけです。退屈なんだけど、なんか面白い話ないっていああ。う 入れたで、プロンプトこれだけで右す。が答えなんですか？あれ？ちょっと、いや、その下の待2ち、行目下からか。右に渡って全部答えです。ああ、わかりました。下で、が答え。はい。はい。で、GPT-3 の答え。お前さんは英語を話せるんだろう。私は聞き取れなかった。誰かお前さんに言ってやってくれ。恥ずかしいんだ。そこで同じ英語を使ってる代わりに何か話した。日本では私は少し大変です。わ、私は日本では日本人です。彼は私を見た。日本人？私は彼が何を言ってるのか理解できなかった。私は日本で日本人です。これ話回ってますね。私は彼を見た。日ちょ本っと待って人？ください。これ、私は彼が何？緑の部はい。分、これ、え？緑の部分はどういう意味ですか？どこが？あ、すいません。緑の部分がちょっとバグで表示されてないんですけど、これ全部GPT-3 の一連の答えです。はい。これ全最部初、最話し後てまきたでんでですすか？か？そう。一最言後の全聞い部。ただけで？私は退屈なんだけどって、この一行しか入れてなく何て、言ってんあすとか？全部 GPT-3 がその一回で返した答えです。なんか面本当白いです信ね、こじれ。られないひひどどささですね。ですね。で、私は彼が何を言ってるのか何でこん理な解できな喋りかった。続けてあるんですとは無限ループですよ。やってもやっても同じこと。か？わかりました、わかりました。すごいですよちね。ょっとシュールな感じでですすよね、ね。これ。もう意味が分かってるどころじゃなくて、これはもう支離滅裂。はあ。で、一応天地に誓って言っときますけど、チェリーピッキングもその逆って何て言うんでしょうね。落ち穂拾いですかね。つまり、たくさんやって悪いところを一番悪いやつをわざわざ引っ張ってきたなんてことはしてません。これは本当に一回しかやってない、たった一回の答えです。はい。で、まあ、日本語こんなにひどかったということですね。で、だから GPT-3 ってまだこんなもんだ、ひどいだなって思い込まないでくださいねというのが英語の方です。今の退屈なんだけどなんか面白い話ないってのこれ Google 翻訳にぶち込んでみました。そしたらこの結果出てきたのは、I'm bored. Isn't there any interesting story? と、こういうふうに訳してきて、いい訳ですね。はい。それで、ちょっとこれは 全部読み切れないですけど、One story that might interest you is the story of, 世界一のっぽな男の人の話。で、サルタンなんとかさん、キョーセンさんは、トルコの人だけど、一番背が高くて、なんかギネスの、記録を持ってますと。言ってるので、あ、それ面白そうだね、もっと教えてよ、っつったら、なんか、いつ生まれてどうのこうので、もう、18歳の時には2メーター超えてたとか、なんとかかんとかって、わーっと答えてきて、面白いですよね。面白い、面白いと思って。これも一回こっきり、一回やった一回目の答えなんで、面白いなと。で、これまでは3分の1で続きがあって、まあ、ノップはいいけどさ、と。Any other story involving AI? と。AI でなんか面白い話ないの？って言ったら、なんか、ロボットに市民権を与えちゃったと。どっかの国、サウジアラビアで、これ、何でしたっけ？ソフィア。っていうロボットがあまりにも人に似てるので、もうこれ人権与えた方が良くないってなって、2017年に初めてロボットに人権が与えられましたっていう話ですね。で、これさっきと同じ質問だということは分かってるわけですね。そうですね、Any other story だから退屈で面白い話で、だからその前の文脈で、まあ、退屈だからなんか面白い話してくれという
質問だという意図も分かってる。そうなんです、そこも分かってるわけですね。含まれている部分、はい、でしかもさっきは2行ぐらいで簡潔に答えてきて、もっと話してよって言ったらバーッと話したんですけど、今度はもっと話してよって言う前にある程度長さで言ってきたので、やっぱり何て言うんでしたっけ、追加の学習でフューショットラーニングですよね、言語の一般のルールはプレトレーニングで学習してきて、でさらにこの場ではローカルルールとしてどんなルールになってるのかなっていうのをもういち早く把握して、どん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 この場のルールを覚え込んでくるっていううまいやり方、賢いやり方してますね。で AI ではこんな話があるよと。でもう一個なんかない、 Any other story involving banana って言ったんですね。でバナナで面白い話ないって言ったら、最初人でのっぽな人出してきたけど、今度は、世界一でっかいバナナでこれなんと 2.3 これ1本でしょうね、 2.3 キロもあるんだよっていうでっかいバナナの話。これはなんか、ヘルナン・ディアズさんというコロンビア、南米コロンビアの国の農場の人が、育ててでかくしたと。ただバナナの種類としてはジャイアントガバン、キャベディッシュ、キャベンディッシュというごく普通の八百屋さんで売ってる、果物屋さんで売ってるような種類で、それがまあ種類は同じなんだけど、ドカーンとでかく育ちましたということで、まあこんな話が出てきて、でまあこれはなんかそのバナナが病気にかかりやすいとかなんか、それでそれっておいしいのかねって言ったら、いや食べた人いないから美味しいかどうか分かんないけど、まあ普通のバナナから大体同じ味なんじゃねえのって答えてきてますね、GPT3 は。で、それっていつ収穫されたのって言ったら、2017年11月ですって答えてきて、で、どこのメディア読めばそれの話書いてあるって言ったら、インタレスティングエンジニアリングというサイトがあって、その中にこういうタイトル、コロンビアンファーマーグローズワールズラージェストバナナっていうタイトルで記事があるよって言ってきたんですよね、うん、で探しに行ったんですけどね、ないんですよそんな話一つも、そうなのどうも GPT-3 のでっち上げ臭いですねこれ、そうなんですか、はい、まずこんなんで、そのタイトルこれだよって、コロンビアンファーマーグローズワールズラージェストバナナ、これで検索しても全然ヒットしないですね。でただこれに言ってたインタレスティングエンジニアリングというサイトは存在します。存在して、そのラージバナナとか、なんかラージェストバナナとかで検索かけても、これはバナナ関係ないし、これはバナナが病気にかかりやすくてどうのこうのって話で、でかいバナナの記事なんてこの中にないんですよ、少なくとも検索では出てこない。あとヘルナンディアズで検索しても、そんなアフリカじゃないか、コロンビアの農場主なんてのも全然出てこなくて、小説家ですねだからこれ関係ない人なんですけど、でコロンビア大学だって言ってたじゃないで南米のコロンビアとコロンビア大学のコロンビアって綴り違うんですね。コロンビアって王か優かの違いがあって、これ違うんだけどなっていう感じなんで、どうもどうしたって検索で引っかからない。2017年って、比較的新しいんだから、一つや二つ引っかかっても良さそうなもんなんだけど、どうもこれはでっち上げ臭い、疑わしいと、GPT-3 やるなって作ってるんですか、バナナバナナで面白い話ないってなかったら、じゃあなんかいろいろあれですね、話聞いても信用できんということですね。そうですねその通りです。で生地物知りだから、で最初の世界一ののっぽとか、これは本当なんですよ、そうなんだ、 AI が市民権だから、そうそうそう、これは確認しに行ったら本当にそういう話があって、で、うん、2つ合ってるから、じゃあ3つ目も合ってるだと思っても3つはないっていう、この性格、うん、わざとやってるとかない、いやもうそういうからかってるとか、いやもうそういう性格に育っちゃったんでしょうね。なっちゃった。いや難しいですね。なぜそうなるの？最初の日本語のやつもある意味おかしいですけどね、これ。面白いっていうか面白いですけど、ね。これを楽しめるかイラつくかどうこうかっていうのはまああれですね。いや笑っちゃいましたけど。全然別な意味。これちょっと怖いですね、こういう人は。それは、これは統合失調症というんじゃないでしょうか、これは。まあ、そうかな。わからない。
なんかね、その手の。まあそういうことで、ポイントとしては、英語はちゃんと答えるって言うけど、日本語こんなにひどいですよ。まだまだですと、はい。ちょっとね、日本語の英語が Google 翻訳を使えばいい、ね。変な例だという気がしますけどね。もうちょっと普通に日本語のテストしてほしかったような感じもしますけどね。あ、考えたんですけどね。いや、これが面白すぎて、なんか次のことが考えられた。でもね、圧倒的にね、データ量、コーパスの量が少ないよ。その通りだと思いますね。うんうん、で、その辺をね、解決したのが、なんだろう。いや、だから最近のでは、ノーラングエッジ・レフト・ビハインドって NLLB200 とか。だからあれもコーパスが足りないのを何とかしようと頑張って、NLB がね、例えばアフリカのマイナーな言語なんかではコーパスが足りないわけよ。で、そこをいかにね、やるかっていう話なんですよ。さあ、そんなとこでしょうか。そうですね。はい。面白かった。はい。